ポール・マイケル・オコンは、オーストラリア・シドニー出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは D F、DEF、MF。ドイツ人の父とイタリア人の母の下で、シドニー郊外で生まれ育った。1989から90シーズンに、NSL のマーコーニスタリオンズ FC でキャリアを、スタートすると、デビュー1年目から主力として活躍し、 二シーズン連続で NSLU-21 年間最優秀選手賞を受賞した。1991年、同胞のローレンツ・キンドナーと共に、ウーゴ・ブロース監督率いるベルギーのクラブブルッヘに移籍するも、最初の二シーズンは出場機会が少なく主に B チームで活動していた。出番を増やしていった1993から94シーズン当初は、 フランキー・バンデル・エルスト、ロレンツォ・スターレンス、ヘルト・ベル・ハイエン、ステファン・バンデル・ハイデンと共に中盤で起用され、その後一つポジションを下げリベロとしてプレーした。1996年1月2995年度のベルギー年間最優秀選手賞を受賞し、同年のオセアニア年間最優秀選手賞も受賞。リーグ優勝、カップ連覇と個人としても、 チームとしても充実した時を過ごした。ベルギーでの活躍から、欧州のいくつかのビッグクラブから注目を集め、1996年にディノゾフ監督率いるイタリアの SS ラツオに加入した。オコン自身はリベロでのプレーを望んでいたものの、ロベルト・ディ・マッテオが、チェルシー FC へ去っていったことで中盤でプレーすることを余儀なくされ、また度重なる、膝の怪我により出場は限られていた。 1998から99シーズン優勝まであと一歩だったもののタイトル獲得に至らず夏に退団した。また UEFA カップウィーナーズカップの方では決勝で RCD マヨルカ鬼の1で破りタイトルを獲得するも自身の出場はなかった。翌シーズンに序盤にトラパットに監督率いるアッコフ、フィオレンティーナに移籍するもここでも怪我の影響から 出場機会は少なく1シーズンで対談。セリエ A での4シーズンの間で、ガブリエル・バティストゥータ、ロベルト・マンチーニ、マヌエル・ルイコスタ、マルセロ・サラス、クリスティアン・ビエリといった名選手たちと共にプレーしたものの、怪我に苦しみ、ベルギー時代の成功からはほど遠かった。フィオレンティーナ対談後は、フリーのみとなり、2000年にイングランドのミドルズ・ブライフシーに同胞のマーク。 シュワルツァーと共に加入。1年目は右 s h のレギュラーとしてプレーしていたが、2年目に監督がスティーブ・マクラーレンに交代すると出番を減らし、2001から02シーズン後半に2部のワトォード f c へ貸し出され、そこではレギュラーを務めた。2002年にリーズ・ユナイテッド AFCA 移籍し、マーク・ビルカ、ハリー・キューベル、ジェイミー・マクマスター、ジェイコブ・バーンズ、 ダニー・ミロシェービッチと5人の同胞と共に再び、プレミアリーグで戦う機会を得たが、レギュラーの座は掴みきれなかった。2003年に、イタリア2部のビチェンツァカルチョで、半年プレーした後、かつて栄光をつかんだベルギーに戻り2部のキロボルト、オーステンデに加入し、ここではすぐさまレギュラーの座をダッシュ。チームは2004からレ5ゴシーズンに準優勝し一部昇格を、果たしたが、 自身は契約更新されず、再び一部でプレーすることは叶わなかった。その後、キプロスのアポルニコシアに短期間在籍し、2006年に、故郷のオーストラリアに戻り入荷するユナイテッドジェッツ FC と契約。チームにうまくフィットし、プレーオフ進出に貢献したが、けがへの懸念から2007年6月に引退を決意した。 現役引退後の2008年6月24日、アレックス・トビン、アリスター、エドワーズ、ニコラ・ウィリアムズと共にオーストラリアサッカー連盟が主催するエリートコーチング育成プログラムを3年間奨学金を受けながら受講した。また、プログラムの一環として、ピエル・ルイジ・カジラギ監督率いる U-23、イタリア代表と北京オリンピックに出場するまでの間、 イタリアサッカー連盟のナショナルフットボールセンターコベルチャーノで共に過ごし、PSV アイントホーフェンの下部組織を学ぶため、留学した。2008年9月2日、ミロンブライバーグ監督率いるゴールドコーストユナイテッド FC のアシスタントに就任。その役割を果たす前に、ニューサウスウェールズ州リーグのアピアライカートタイガース FC で暫定監督に就いた。 2008年10月30日、ロンドンオリンピック出場を目指す長期的視野の一環として、1月のオーストラリアユースオリンピックフェスティバルに向け U-18、オーストラリア代表監督に就任。2010年2月23日、2009から10シーズンのファイナルシリーズ初戦で敗退した後に、契約が更新されなかったためゴールドコーストを退団した。 2012年4月19日、アウレリオ・ビドマーと共に、U-20 オーストラリア代表の共同監督と、ビドマー率いる U-23、オーストラリア代表のアシスタントコーチに任命された。2016年8月29日、セントラルコーストマリナーズ FC の監督として2年契約を交わした。U-20 時代に、ポルトガルで開催された 1991FIFA。 ワールドユース選手権にキャプテンとして出場し、セミファイナル進出に大きく貢献。また、翌年のバルセロナオリンピックでもセミファイナル進出に貢献した。1991年、チェコスロバキア戦で A 代表デビュー。OFC ネーションズカップ2000で優勝し、FIFA コンフェデレーションズカップ2001で3位入賞した。ありがとうございます。